人間ども、我らは宇宙の星々を侵略する中爆や大宇宙侵略大総力団アシリアンだ。我らは数々の星を縄張りにしてきた。そして次に狙う星をこの地球に決めた。お前たち人間どもの恐怖の叫びから生まれるエネルギーギャードリンが俺たちアシリアンの力になる。あ、ねじれた。今日はここに多くの人間どもがいる。こいつらを襲いギャードリンを集めるのだ。受け人間どもギャーギャー叫べ。大きな声で分身じゃ及ぶよ。いくよ、せーの、分身じゃ。俺だぜその声、みんな行くぜ。お前たちが我らアシリアンの邪魔をする。ブンブンジャーとやらだ、ちょうどいい。まずはお前たちから宇宙の地にしてやる。その言葉そっくりそのままお前たちに届けるぜ。しょうがないな、お前たちを倒すのが俺たちの仕事だ。そうそう、私たちがやるしかないじゃん。さあ赤上げるぜ。私はブンピンク、シフトミラ。今日は私たちブンブンジャーに会いに来てくれてありがとう。次、シャーシローの番。石郎だ。なんでお前に。はい、や、いいじゃないか。おら。うん。俺はブンブル、メイタ石郎だ。あだ名は、シャーシロー。石郎だ。会場のみんな、シャーシローって呼んであげて。おい。せーの、シャーシロー。うん。みんな、よろしくな。なあ、ダイヤ、こいつと。これがミラのハンドルだ。な。たく、いつもこれだ。まあ、ダイヤが言うなら。そういうこと。じゃあ次はタイヤ。おい、会場のみんな、こんにちは。俺はブンレット、ハンドタイヤだ。頼まれたものは絶対に届ける。届けだ。今日はみんなに必ず俺たちのかっこいいところ、勝利を届けるぜ。おい、そろそろ逃げた走りやん。おうぞ、あのままで終わる奴らじゃない。さすが情報や。会場のみんな、今日は私たちブンブンジャの応援よろしくね。じゃあ行こう。俺のブンブンじゃね、俺のせっかく手がねじれたを失ってしまった。なんか手を考えれば。そう、おい、会場の人間の、ほら、今から俺たちハシリアンの仲間にならないか。俺たちハシリアンの仲間になってもいいよっていうお友達、もしいたら手を振るべ。はい。ほうほうほう、なかなか見込みのありそうなやつがあるじゃないか。あ、じゃあ一番最初に元気を手を振るべたお姉ちゃん、今から俺たちハシリアンの仲間になってくれるんだな。ああ、うんうんうんって言ってる。よし、じゃあお姉ちゃん、ちょっと少しお話をしよう。なあお姉ちゃん、
俺たちハスリアの仲間になりたいっていうことは、ブンブンジャーと戦いたいんだよな。あいつら邪魔するもんな。うん。お、いいのかよ。どうぞ。梅ちゃん、ちょっと聞いてみよう。君が戦いたいブンブンジャーは、赤、青、ピンク、あと黒か？どれと戦いたい？赤。赤か。ブンレッドと戦いたいんだよ。よし。ブンレッド、なんで戦いたいの？かっこいいか。かっこいいやつ倒した時の方がかっこいいもんな。うんうんうん。よしよしよし。じゃあ、お姉ちゃんのために、俺たちがブンレッドをボコボコにして、弱ったところをお姉ちゃんがとどめ。どうだ？うんって言ったぞ。よし、会場のみんな。このお姉ちゃんは今から俺たちの仲間だ。よし、じゃあ。よ。チャンスが来たら、お姉ちゃんって呼ぶからな。あ、まだ靴味もしなくていいぞ。まあ、気が早い。さて、もう一人ぐらい仲間が欲しいところだ。こっちの方にいなかったか？あ、なんか指さして。なんか弟くんがお兄ちゃんを売っているぞ。お兄ちゃん、俺の仲間になるのか？うん、うん、おでもお前、二人揃って服装は分裂だな。いいのか。まあいい、じゃあ、君たち、弟くんは仲間になってくれないのか？弟じゃない、お友達か。あ、二人で仲良く分裂、かっこいいじゃねえか。かっこいい、かっこよくねえ、ちょっと、走り屋の敵なんですよ。まあじゃあ、お兄ちゃん、君はブンブンちゃんの中だったら、誰と戦いたい？君の分裂。おう、じゃあ、おう、なんだお兄さん。あ、握手してほしいのか？おう、よし、はい、握手。飛び入りお兄さんだ。まあ、おとなしく見てくれ。今から先にこのお兄ちゃんと話す。では、お兄ちゃん、君も、俺たちが、ブンレッドをボコボコにしたときに、お兄ちゃんお兄ちゃんと呼んだら、駆けつけて、奴らにとどめをさせてくれるか？うん、元気よくうんって言ってくれました。二人目の走り屋の仲間です。ありがとう、ありがとう。こっちに、でも目合わせてくれねえんだよな、お兄ちゃん。あ、やっと見てくれた。じゃあ、その時はしっかり頼むぞ。うん。よし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 。来た。あ、お母さん、このお兄ちゃんがおすすめなのか？おすすめなんだな。お父さんおすすめなんだな。おすすめか。じゃあ、ちょっとだけお兄ちゃんにも話を聞いてみよう。お兄ちゃん、お兄ちゃんはブンブンジャーだったら誰と戦いたいんだい？ブンブル！お、ここでブンブル来ました。なんでブンブル？かっこいい！やっぱかっこいいやつ倒したいんだな、みんなな。よしよしよし。じゃあ、俺たちがあのブンブンジャーもまとめてボコボコにするよ、ほんと。そしたら、みんな呼ぶから、とどめ頼むぞ。すごい、でも、お父さんの膝の上ですごいくつろいでてな、このお兄ちゃん。駆けつけてくれっから。ちょっと心配だが。はい。うん、3人も候補が見つかった。さあ、だが、ここで最後の質問だ。俺たち走り屋の仲間になるからには、やはり、全力でぶっ走らなきゃいけない。全力で走り続けるんだ。いいか、そのためには。いいか、みんなに聞くぞ。みんなは、赤信号、止まりますか？止まりませんか？待て待て待て、じゃあちょっと一斉に聞いてみるぞ。止まりますか？止まりませんか？止まるって言う人？はぁー！止まる赤信号で止まるやつは走り屋にはいらん。走り屋は赤信号でも何でもかんでも走り続けるのだ。そのルールが守れないならば、君たちは走り屋の仲間にはなれない。な？最初に手を挙げてくれた姉ちゃん、なんかお母さんが止まらねえっつうのか？おいお母さん、赤信号は止まるってみんな言ってるぞ。止まれよ。人間なら止まれ。走り屋に来るんだったら止まるな。いいな、赤信号は止まるんだぞ。そうだぞ、そうだぞ、乗ってきてね。まあいい、まあいいってよくねえんだ。赤信号で止まるやつは走り屋にはやらない。では、こんなことを話してる間に、そろそろ車中がここに来るはずなんだ。いいか、さいいか、さガッチャン、イグニッション。おハッピースプリントレジンカー。おお、2つは車種。おい、お前は一体何ていう車種なんだ。名前教えてくれ。ウェディングドレス車。ウェディングドレス車。お前の能力は教えてくれ。一体何ができるんだ。結婚することができる。結婚しましょう。何だ、結婚するか。家庭内暴力すれば結婚してねえの。あ、そんなこと言ってましたね。ええか、この会場の人間たちは、走り屋の仲間にはなれないらしい。なれないだろう。ああ、ということは、こいつらの悲鳴をガーガー浴びさせて、ガーソリンを集めるんだ。結婚するってことかな。まあちょっと違うけど、まあいい。よし、じゃあガーソリン集め行くか。行くぜ、テイルチューバース。うわー、よっしゃ。そうだ、誰だ。お前は、ここにいる人々は自分が守る車中よ。こいつの相手は俺に任せろ。お前は他のブンブンジャーをやれ。お任せよ。ブンブラック、行くぞ。
やるな。勝負はありげ。よし。会場の皆さん、大丈夫ですか？皆さんの平和は、ブンブンジャーになれた警察官である自分が必ず守ります。自分は走り屋を追いますので、皆さんは少し待っていてください。それでは。車銃が出たという情報はここだな。会場のみんなじゃん。戻ってきちゃった。やっほー、みんな見つけたぞ、ブンブンちゃん。来たな、車銃。ねえ、こいつ私たちが倒したじゃん。そうだ、だがダーシャ様の力により俺は復活した。今度こそお前たちを倒してやる。行くぞ。行くぞ。おかしい、こいつが来たぞ。こんな、おらせ、おら、やだ、おら、用意してくれてんだろ、おらじゃ。お前ら、行くぞ、一個してやら。これで仕込もうだ。うっそ、やや、サビのぞ、怒ったぞ。うっ、こいつ前よりやるじゃないか。ダイヤ、安心してる場合か。こいつの情報がもっと欲しい。ここは一度は。はあ、何言ってんの。みんなを放っておけるわけないじゃん。何よ、こっちゃこっちゃと。ブンブンじゃ、これでも食らえ。わあ、たわいもない空気を裂けた人間ども、お前たちの恐怖の叫びがガソリンとなるのだ。もっと悲鳴を上げさせてやろうぜ。さあ、ブンブンちゃん、とどめだ。ちょっと待った、ブンブンちゃん、ジャックス。うわー、貴様、何者だ。ブーン、俺ち、お困りのようだね。さて、この3人に力を調達しないと。会場のみんな、みんなの力を3人に分けてくれないかな。そう、こういう時はお姉さん、お姉さん、はい、あとはよろしく。わかりました。そうしな、ブンブンちゃんに私たちの力を届けよう。大きな声でブンブンちゃんで応援して。いくよ、せーの、ブンブンちゃん。ちょっと待った、せーの、ブンブンちゃん。最高のワクワクだな。やっぱり俺が惚れたみんなの声はすごいぜ。力が出てくる。俺の情報にない力だ。みんなの応援、しっかり届いたよ。おー、なんだけだ。みんな、ありがとうな。みんなに、俺たちの勝利を絶対届ける。それが、届け屋だ。みなさん、来るのが遅い。すいません。おー、ブンブンちゃんが復活してるだと。おい、何やってるんだ。走りだ。今度こそ俺たちの爆上げ見せてやる。ねえねえ、あれやろうよ。やりましょう。やっぱりやるのか。よし、みんな行くぜ。レッド、ブルー、ブーピー、ブーブラッキルン、ブンブン、組み合わせ、バカリセンター、ブンブンだ。踊れ、今度こそお前たちを宇宙の地にしてやる。さあ、馬鹿げて行くぞ。あっ、待って、じゃあ行きますよ。ただここに流れるわけにはいかないよ。とりあえず勝負だ。その勝負勝った。
いざ。勝てたのはここにいるみんなのおかげだ。そうだった。会場のみんな、みんなの爆上げな応援本当にありがとう。だがみんなの応援があんな力を持つとは。この情報は大きい。みんなも自分のハンドルを持ってるってことだろ。会場のみんな、今日は俺たちの応援ありがとう。みんなの応援のおかげで俺たちは勝利を届けることができた。これからも俺たちを応援する気持ち、ハンドルをしっかり握って爆上げていこうぜ。ブンブンジャーの応援よろしく。ブンブンジャーに大きな拍手。みんなでもう一回ブンブンジャーのこと呼ぼうよ。大きな声で一緒にブンブンジャーって呼んでね。いくよ、せーの、ブンブンジャー。やったー、ブンブンジャーの登場で大きな拍手。5人そろって登場してくれました。ねえブンブンジャー、大勝利のお祝いにみんなでダンス踊ろうよ。オッケー。さあみんなも一緒に踊りますよ。踊ってくれる頭にその場でゆっくり立ち上がってください。爆上げで踊りますので、お隣のお友達とぶつからないように少し手を広げて確認してみてね。だから少し広がって元気いっぱいこの辺踊りますよ。さあではみんな立ち上がったかな。ブンブンジャーも準備は OK？ OK。 さあでは爆上げでいきましょう。ミュージックスタート。やるときはやる、俺のだぜ頼りにしろよ。ごめんだぜ絶対逃げられぜ、おととい来やがれた。空気もないてか空気もなく気は入れるもの、どこまでだやって未来膨らむぜ。みんな違ってみんないい、それが自分と胸を張れ。情熱満タンバッチコイ、エンスタップどうしても歩いてけ。バカげだ行くぜ。ポンコツでいいじゃないか。ポンコツのバックソーダ、叶われるほどの元気、ヘルチャレク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 ね、ブンブンジャー、今日のこの楽しかった思い出に最後ブンブンジャーたちだけのお写真タイムいいかな。オッケー。やったー、ありがとう。では今から3つの方向にポーズを取ってもらいます。皆さんカメラ頭の高さ超えない位置でお願いしますね。そしてなんとこのお写真タイムのお写真のみ SNS 掲載 OK です。